いいよ。はい、横に向けてみてよ、キジハタ2匹とシマフがついてる。ああ、取った跡が。これでも確かに俺残ってたら大変だね。取れた。硬い。歯ごたえのありそうな。じゃあ今皿持ってくる。カサゴ。カサゴ。カサゴ投入。こういう向きでいい？うん。あ、これ？うん。ちょっと水を足して蒸し焼きにしました。感動の出来上がり。あとはご飯だけ。キジハタ？自分で取った魚の味、うん、はどうでしょう。塩をね、結構効かせないとね、うん、いい味出ないんだよ。なんかすごいやっぱ淡白で、あ、オリーブオイルと合うね、やっぱり。うまい、うん、うん、アクアパッツァとか合うわけだよ。あ、このオリーブオイルうまいよね。うまい、うまい、どうしよう。うん、濃いね、これ。まあ、具と具だけ食べて。硬いね、これ。うん。これが日に日に美味しくなってくから。うん。もうやっぱポン酢でいただきます。歯ごたえが結構すごいね。うん、うん、美味しい、大成功。